前回のバイオハザード RE4 はアッシュルー即蘇生なら通るってあ、いたあ、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 あ化け物みたいに強いあ、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 まあ、検証中だっつってんだろうがよ、マチジ俺死ぬって死ぬって助けて助けてアシュリーの体もまた恐ろしい寄生体に侵されていた。彼女の症状についてルイスが残した一縷の望み、それを気にかけながらも二人には前に進むしか道は残されていない。動揺するアシュリーを励まし、結局読ませてくれへんのかーい。もしかしてルイス操作するのか。よう、タバコあるか。ええ、あなた好みのな。アンバーはどこ。あ、二人協力者なんか。残念だが、今は手元にない。それより褒めてくれないのか。よくやったルイスってな。必死で隠したんだぜ、奴らにとっ捕まる前によ。だから、こうしてまだ生きてる。約束でしょ。アンバーを渡せばここから逃がしてあげる。相変わらず美人やな。じゃあ取引もなし。細かいところまで厳しいね。いいだ。分かったよ。今から取ってくるでいいだろ。ちょうどついでもあることだしな。エイダー相変わらず美人でかっこええな。ハーニガン、こっちも悪い知らせあんねん。天候のせいでヘリが降下地。いやもう最初から期待してないから。それはしばらく待機できる。無理だ、ここは危険すぎる。ちょ無理っすね。安全な場所を探す。あのヘリ以外のあの陸路で頼むわ。気にするな、いざとなれば泳いで帰るさ。また連絡する。いざとなれば泳いで帰るって原作でもあった気するわ。シャプター6。私どうなっちゃうのかな。俺が絶対助けてやる。アシュリー、無事に帰ることだけ考えるんだ。うん、そうね。大船に乗ったつもりでいてくれや。タイタニックに乗ったつもりでいてくれ。ここなんかエラー気切られてんな。夜は頭から触手生やしてヤバい連中が出てくるよな。危険でしぶとくて厄介で強烈な光には知ってる。ライオットガン機種のライオットガンロケランとサイズ一緒っていうな。アクションでそう。このショットガン売っちゃおうかな。27,000円でちょっと売却よろしくお願いしますと。ライオットガンを買いますよと。そいつは別名ミンチ製造。ミンチ製造機。あっという間にぐしゃぐしゃにできちまう。ならお前をぐしゃぐしゃにしてやろうか。一回でさ、攻撃力8まで上がるけど2万かかるわ。でも初手から7発入るし、特に今、急いでカスタムしたいなってところないな。これは欲しいわ。レッドナイン用ストック、これいただきまーす。一番のメリットはかっこよさだぜ。ほんまやな。一番のメリットはかっこよさ、よくわかってるわ。んで、イエローダイヤもちょっと交換しちゃおう。これかっけえな、このストックつけたら。レティクルが縮まるまでめっちゃ短くなった。これは強いわ。だから完成させてしまおう。はい、26,000円ですと。とりま、陽光町のランプ売っちゃうぞ。あ、ほんでライオットガンの火力上げんのあり。まあ、8でいいやろ、とりあえず。サドラー様をお命じになった。この先より広がる。非要な地を侵略から防ぐための要素に変えようと。正しき信仰のためならば私はいかなる犠牲も惜しかない。これ村長が書いてんのかな。敬虔なる信徒たちを難攻不落の要素を築け、足を踏み入る愚かな侵略者どもに、その大罪を己で償わせるのだ。もともと豊かな土地やったのに要塞に変えちゃったよな。奴らがいる。見つからないように行くぞ。できるか。わかった。頑張る。これはスニーキングミッションだ。いいか、スネーク。敵に見つかるな。あ、バレた？このライオットガンの火力。おばちゃんで試させてもらおうかな。さすがミンチ製造系。邪魔すんだれ！死ねー！いった！何そのラリアット。こいつ素手や、よく見たら。おっしゃー！おっしゃー！さすがにな。お、エメラルドありがとう。俺に届けてくれたんか。何のためにこれ、スコップ攻撃弾。えい、いいね。結局さ、俺はステルスなんかできないから。近くにいろ。俺から離れんなよ。ちょっとめっちゃある、ここ、トラバサミ。もうさすがにかからんど。アシュリー痛そう。アシュリーもちゃんとかかるんや。これさ、全部撃って壊していくべきやな、先にな。こういう時は。踊りください、お嬢。足元気をつけてください、お嬢。お金めっちゃ出るよな、しかし。
お、ちょ、釣られたわ。しっかり釣られといてあった。よし、耐久度こんだけ減ったらクラフトやっちゃおう。セクシーキック。これなんや、区域の金牌。ちょうど在庫余ってるんすよね、今。貴族人形の音がする。あった。あれはなかなかちょっと見えんね。4個目。やけに静かだな。これおかしいな。バイオシリーズでは静かやなって言ったら大体なんかあるからな。そうやろ、伊達にエーペックスレジェンズやってないっすよ。アシュリー今度一緒にエーペックスやれよ。ん？これアシュリー隠れられるやん、ここに。じゃあアシュリーを隠さないといけないようなことが起こるってことやん。これは？あ、またホタル石の髪飾りや。同じトレジャーが何個も出てくることがあんねんな。よいしょ。うわ、これ来るか？じゃあアシュリー、ここで待て。え？まあ、それはええってなるよな。あれか、もしかして察しはついた。絶対来るやん、これ取ろうとしたらやろ。わあ、やっぱりそうや、チェイソーマン。これマジ電池出てくんじゃん。マジかよ、マジかよ、出たー。さあ、完全に存在忘れとった。よほど大事なものらしいな。家宝なんか、お前らの家宝か。光栄だね、レディーのもてなしは光栄だぜ。だからレディーはもう足りてんだよ、お前。レディー足りてるって言い方ちょっとあんまり良くないな。だからすでにこっちは連れがいるんだよ。まず一人速攻でやりたいところ。アホ山田、ちょ、拳で抵抗おじさん。いい加減にしてくれ。いい加減にせよ。いける、よっしゃ。よし、やったか、一人、一人やったな。あちゃあちゃあちゃ、一人やったらもうチェーンソーマンと一緒。ライオットガン全弾お前にぶちかます、ぶちかます、ぶちかます、イエーイ。倒したか？はん、ザゴだってな、そんな強くなかったな。ハーブ1個でこの回復力素晴らしい。宝石と石素のクランク、よし、こんだけありゃまあお前たちもう弱ねえんだけどな。こうやったら近距離でも使えるんだぜ、ライフルってのはよ。めちゃくちゃスムーズに倒しちゃったな。しかしちょっと面白みがなくてごめんね、ごめんね。はい、お疲れ。ほんでニンゴロウ、こいつは本当に嫌いだ。よし、入ったな、終わりだよ、お疲れ。よっしゃー、セクシーキック燃えぬ。お、アシュリーが出てきたってことは終わりやな。ガチで拍子抜けやわ。怪我は？怪我ないか。ないわ、大丈夫、今のところは。大したもんだ、鬼ごっこの名人になれるか。そんな名人いらんわ。何それ、全然嬉しくないんだけど。いいキャラしてるよな、ちょっとギャルっぽいのがいい。じゃあ何それ、全然嬉しくないんだけど。このさ、金のアタッシュケースに変えてからさ、お金しか出てこんくなっちゃった。オープン、なんかイベントあるってことは、てかエルヒガンテってもう一匹おらんかったっけ。わかった、なんかヤバそう。おい、お前は村長、あんたんちの屋根裏にあった日記見たぜ。あんたも村のために頑張ってたんだろう。我らが救う、導こう。タイランって、うわ、これやる感じ。来たれ、子羊よ。ええ声してるよな。うわ、逃げる感じ。これは新イベントや。急げ、ガチでタイランとかした。もう入れずにネスカフェ。はい、オッケー。アホや、ナイスナイス。うわー、ちょっとここ破壊されてるやん。イベントが入ったってことは逃げ切ったってこと。大丈夫か、そんなハマることある、そんな綺麗にハマることある。やばい、崩れるぞ。おいおいおい、アトラクションたっぷりやな。ダッシュ、アシュリーダッシュ。オッケーオッケー、逃げ切ったな。こんなイベントあるんやん。村長、こいつもともとはええ人やったみたいやけどな。キャラクター性がさ、ファイルで保管されてるから。いいか、やつの狙いは君だ。やつを見たらとにかく逃げろ。とにかく逃げるんや。 あなたは必ず食い止める。大丈夫や、安心せ。ここらの古書きも使うんから売れるわ。ほんで蛍石、ベルベットドブルー、Thank you。 ほんで修理やっとこ。ライオットガンはぶっちゃけ今のまんまで十分強いから強化する必要なし。ライフルさ、これ火力 3.90 しかないんや。こいつ8点何本あんのに。
なるほどな、ライフルってそこまで火力高くないんや。今のうちに無限ロケラン用に貯金をやっておくのはありかもしれん。無限ロケランあるらしいんよな今作。これちょっと待って、村長戦か、絶対そうや、これせやな、これ絶対村長戦やん。来るぞ。ですよね。逃げろアスリー。でねえな、相手はこっちだぜ。無駄な動きはやめておけ。我らが神に身を委ねる。何が神やねん。強引な布教活動だな。強引なのは嫌われるぜ。全能の主よ、反逆者を打ち砕く力をお与えください。強信者が。ダメか。アシュリー逃げろ。わかった。さあ派手にぶちかますぜ。終わりだ、終わりだ。地獄の豪華に焼かれるがよろし。神よ、あなたの恩情に感謝。変身早っ。うわぁ、まんまや。化け物め。村長、あんた。いって、ちょ、なに。オッケー？村長、あんた。あんたの家の屋根裏の日記見たよ。あんた、村人のためにあんだけ頑張っとったやんけ。なんでそうなっちまったんだよ。俺は悲しいよ。ほら、先代の村長の言葉思い出せよ。あのカメラとか多分村長のやつやってんな。お宝のカメラあったやん。お前のカメ、ちょっと強っ。お前のカメラが人々の笑顔で溢れるようにつっとったやろ。なんでそうなっちまったんだ。カヒエ、こいつは脊髄が弱点なを覚えてる。まあ見ての通りやな。デザインまんまやねんな。逆に嬉しいけど。狙いずれ、いける。はい、セクシーナイフ。今のは聞いた、今のは聞いたろ。まずワンニンクロ。いや、絶脈。いやー痛い。さすがにちょっとこれは厳しいかもわからん。使っちまうか。回復、全体的に敵強いよな。なんや、なんか来る。うわ、なんやそれ。よいしょ。いや、マインどっか飛んでってもうた。いや、これうまいこと弱点に当てんのクソむずいぞ。いや、ムーンズ回避やっといて。ちょ、このピッ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 うるさいわ。ちょ、これどうやって置けんのこれ。エグいって。弱点狙おうとすんな。いって、ちょ、緊急使うか。ガチで強い。まあ、こいつもあれなのな、多分こうしたら村人を救えるみたいな。騙されたやろな。お前騙されてんだよサトラーに。いや、きつすぎる。ガチでこれでようやく2回やけど、第2ケータあるんですよねこいつ。いや、いい感じにバケモンバケモンしてんだ。なんかかっこよくなってる。なんかしてくる。なにそれ。おーしょ、やば。あれ食らった死ぬな。痛い。あれ無限にやってくんのこいつもしかして。うわ、ちょ、それあかん、それあかん。そんな投げたあかんて。やめてー。ガチで強くなってるんやけど。やめてー。まずは速攻でワンニンコロワン絶脈。愚かなのはあんただぜ村長。これ2階か、これ2階や。同じにするんじゃねえ。俺は人間として抗い続ける。問題ないぜ。この程度言いたくもかくもねえ。さあ問題こっからやねんな。とにかく避けろ。まあ避けのフェーズやろこれ。これあれや、あの爆発の樽持った時に撃つんや。そやな。やられたら終わりや。さすがにそれまずいって。俺が一番苦手とするパターン。やばい、ここずっと燃えてんの。うわあ、これやばい、クソむぜ。めちゃくちゃアクション性増してるっていうな。出たー、この技は前からあったな。音楽がめっちゃかっこいいっていうな。原作の音楽なんかもっと不気味な感じだったもんな。撃てやれ、ニンゴロ、はい、絶脈、お疲れ。さすがにまだ終わらんよな。ガチで強い。
まだそれやんのか。え、しかも同時投げ。終わった終わった終わりやって、こんなもん。いやもう無理やろ。無理。あれマシンガンで雑に撃って爆発させるか。で緊急スプレーももう一個置いといて、ほんでストックも買うと。まず絶薬。てかこれ背中に目ついてる G ウイルス。これここで戦った場合どうなるか。ナイスセクシー回避。絶対ここで戦う方がいい気する。背中の目狙えるやん。弱点もしかして目なんか。いや絶対これ戦う方がいい。それあそこ狙えそうではあんねんな。よし、ただ耐久度どんどん持ってかれてる。よし、いや絶対これやった方がいいやん。なんか絶脈やらんでも第二形態いったぞ。よし、いいよ、いい感じでいってるよ。これ慣れてきたな。もう仕上がってきたぞ。よし回避。じゃここは見事な曲芸だ。よいしょ、ライオットガンでいく。よいしょ、すげえおもろい。これ回避。忙しいやつやな。回避。よいしょ、お前の言う神なんてものは存在しない。よし、このためにこいつを用意してきたんだよ。えい、悔い改めるのはお前の方だ。いや、アクション性強えな。めっちゃスローやったからな、もともとの村長戦は。終わりのお時間が近づいてきんちゃう。回避、セクシー回避。終わりだ村長。えい、これでくたばれ。まだ終わんねえのか。強いなマジで、ガチで強い。あ、終わった。虫の息だったか。でもな、村長もキャラクター性が日記から分かっちゃってるからちょっとかわいそうやな。目ん玉ポロ。レオ、ちょ、アシュリー結構いろいろやってくれるような。危なっ。大丈夫だ、心配すんな。メンデスの義眼。お前の神とやらによろしくな。よろしくな、ブラックジャックによろしく。どうしたの、大丈夫？大丈夫、ちょっとアイテム取ったら行くわ。あつあつあつ、やばいやばいやばい。よいしょ。自分から炎に入ってるしな。早く、ギリギリやったな。ありがとう。え、好きなんやけど。ありがとう。よし、これで村編はもうクリアみたいな感じになってくるかな。私はあんな風にならないよね。ならないよ。そんなことにはさせない。そんなことにはさせない。いや村長強かった。伊達にヘッドやってないわ。うわ、来たか。あ、トラック。トラックないんや今回。これトラック、あ、なんかあるやん。お、アクセサリー、ヘアカラー、レッド。これアシュリーの髪の色か。金のトークン、ナイス。金のトークン3枚貯まったらあれやろうか、ガチャ。これ原作やったら突っ込んでくるトラックやな。まさかのすでに廃車になってるっていうな。どうなってるの。じゃあもちっとした餃子もないか。まあ先に進むしかなさそうだ。行こう。よし、チャプターエンド。これにて村編クリアって感じやな。まあいろいろね、サブクエ逃しちゃってるから、ちょっと2周目でその辺完璧に回収していきたいっすね。てなわけで、とりあえず今回こんなとこで。今回は最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。てなわけで、 See you next time。 バイバイ。次回また遊びに来てな。ほな。